been talking, laying out the moonlight, hanging on a phone light in the dark. And you call me up, 'cause it's never just you and me. Baby, what's on your mind? I wonder sometimes if you're holding up, holding up. When I get you alone, got you on my tongue, babe. はい、じゃあ隣のサイトはどんなだろう。25サイト目は C おじさんでーす。フォルマンおじさん、ありがとうございます。満を持して。満を持して。満を持して。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、もうさすがコールマンおじさんっていうほどのコールマンで。はい、西野 ラキャンピンやな。そう。か言ったかな。西野。ほんまそれぐらいの知識持ってるから。はい、びっくりして、もうさっきもラキャンピンさんの話で盛り上がったから、ね。はい、ラキャンピンさん。待ってます。何をやねコラボコラボ待ってます、はい、大好きです。はい、じゃあ早速サイトを見させてもらおうと思います、はいはい、お願いします。はい、じゃあまずテントのコールマン。そうですね、これは、はい、コールマンの2ポールシェルターの TX っていうテント、ティオックスデュオっていう、まあ、大体ソロからデュオで使うようなシェルター型の2ポールシェルターなんですけど、その TX っていうのが、ティックスファイバーって言って、これ触ってもらったら分かるんですよ。ポリエステルなんですよ、実は。ただ風合いがコットンのような風合いで、ちょっと表が起毛のような、まあ、ポリエステルなんで、熱には弱い、まあ、火の粉とかに弱いんですけど、まあ、水をはじくんで雨が降っても TC と違ってカビにくかったり、撤収も重く、その分 TC と違って重くならないで、膜体自体の重量も随分軽いっていう。で、まあ、もともとこれ今は実はコールマン2024年ではもうこの TX っていうテックスファイバーを使ったテントはカタログから全部消えてしまったんです。なんでですか？まあ、ちょっといろいろ事情があるみたいで。あ、まあまあ、大人の事情。大人の事情ですね。まあ、コスト的なことだとは聞いてますけど、今は全部グレージュっていって、グレーちょっとベージュっぽい色のテントに全部変わってしまってるんですけど、もう今はもう店舗に置いてる分と、アマゾンとか、コールマン本当のコールマンオンラインとかでしか手に入らない。ただコールマンのオンラインショップでは今割引で安く買える、セール中のに入ってるんで、もしだったら今買いですね。アマゾンとかでちょっと安く、ちょっと、まあ、色的にはよく、ね、あるような、まあ、タンカラーっていう、ね、まあ、そういう色なみたいな。なんかコールマンって言ったら緑のイメージあるけど、そうですね、緑は入ってない。もう全く今やっぱりそのカラーリングとしてはその、まあ、ちょっと入りが遅れてますけど、まあ、緑というよりもこういう落ち着いたアースカラーを使ってるのが多くて、で、私が前今も持ってるんですけど、これのちょっとまだ一回り大きい VC2 ポールシェルターっていうのはアルペンアウトドアーズさんとのコラボの商品で、大きい2ポールシェルターなんで、それもちょっとちっちゃい版で、デュオでとかソロで使うような形なんで、で、まあ、特徴なのは、まあ、形は普通の、まあ、俗に言うパップテントっていう形なんですけど、まあ、スカートがついてるので、まあ、冬とかの、まあ、ソロとかデュオで使うときにはすごいいいと思います。で、また、じゃ夏使えないのかで、夏も一応このスカートを巻いて、ほぐれがついてるんで、なんで巻けるんで、十分こう、下から換気できるし、まあ、冬場はちょっとしっかりとスカートで熱とか外気を遮断できる。で、コールマンの特徴なんですけど、まあ、大体スカートがちょっと長めなんですね。あ、確かに、はい、長くて、しかもちゃんとループがついてるので、まあ、ピートペグダウンを、はい、してしっかりとスカートで外気を防げる。へー、なんで、まあ、ちょっと私も冬で、普段は夏でのソロはツーリングドーム
あ、はいはいはい、を使ってるんですが、あれはスカートがないんで、うん、まあ、今回ちょっと冬用で買って。メッシュもついてますね。そうなんです、これちょっと詰めればメッシュになる。すごい。これはもうただコットネもできるってことですね。そうですね、コットで寝ることもできるし、このメッシュを貼って、うん、まあ、外を見て、でちょっと分かりづらいんですけど、ここ今ここにトグルがついてるじゃないですか。あ、はいはい、閉めた状態でこの部分だけ開けるんで、うん、メッシュをここぐらいまで、はい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 、で中から外気を取り込みながら完全に閉め切ることもできるっていうような使い方もできます。ちょっと変わった使い方ができる。変わってますね、はい、メッシュがついてるんで、まあ、ちょっと外を見ることもできるっていう。今回は冬で寒いからこのインナーというか。そうですね、これはカンガルースタイルにしたんですけど、これはワンタッチテントの S っていうちっちゃい、これ大きいサイズとちっちゃいサイズなんですけど、はい、ワンタッチテントの S っていうテントのインナーテントだけを持ってきてる。へえ、あ、インナーテントだけの状態。そうです、もともとはこれにフライシートがついて販売されてる状態なんですけど、インナーテントを、うん、使って、まあ、カンガルースタイル、スタイル、はい、へー、あ、そういう使い方もできるんですね。ちょうど幅的にも一人の、一人用のコット、うん、コットとか、まあ、ちょっとロータイムのコットのコットとか、うん、まあ、イングレーターマットとかを入れて使うことができる。なるほど、いや、でもちょうどいい、うん、あんまり綺麗なんですけど、あ、でも一人が寝れるぐらいの、あ、ほんまにちょうどですね。そう、ぴったり一人分、うんうん、だからこのコルマの、まあ、各社あると思うんですけど、シングルタイプのインフレーターマットを入れて、わ、すごい、一人で寝るっていう形です。へー、なんか寝心地めっちゃ良さそう。めっちゃすごい、あのベッドみたいな、うん、すごい。これが今ちょっとコールマンのコンフォートのマスターシリーズのコンフォートのシングルの10センチインフレーターマットみたいな、はい、あ、すごい、10センチのこれは両面あって、赤い方が硬くて上の方がちょっと柔らかい、もちもちや、あの前ママさんが言ってた家のベッドよりも寝心地がいいの、ほんまの家のベッドより寝心地がいい。これはいいわ。これはあの忖度抜きでおすすめの、うん、ちょっと値段はするんですけど。あ、そうなんですね。そう、うわ、すごくいい、すごい。で裏やったらここの面がちょっと硬い、柔らかすぎて腰が痛くなっちゃうよっていう人は、この裏の赤の面だとちょっと硬めなんです。ほんまや。だから寝心地を選べるんで、その方の体型とか体重とかによってその寝心地を選べるっていう。へえ。いや、もう寝心地抜群やろ絶対これな。もうこれも一応まあ一緒で、両サイドがメッシュになるんで、夏場とかはもうメッシュの状態にして、ここにもちょっと見えづらいんですけど。お、ほんまや。ベンチレーションのメッシュがついているので、おうおうおう、まあ、換気もできる。へー、すごい、シンプルで、うんうん、まあ、ちょっとポールがグラスファイバー製なんで、はい、まあ、そこにちょっと強度は不安がある、まあ、インナーテントなんで、うん、そうですね、まあ、あんまりそこまで求めない。で、ワンタッチ式で綺麗に畳む。へー、さすがコールマンやな。よう考えられてる。やっぱりあの、うん、伝わってもらったらしっかりとしたメッシュなんで、うん、ですよね、安いメッシュじゃないです、うんうん、しっかりとしてるんで、めっちゃ強い、強いメッシュ。はい、ん、見たことないですか、そのステッカー。おー、テーモンや、テーモンや。そうですね、あのテントモンスターさんのステッカーをちょっと貼らせてもらってるんですけど、ね、まあ、コールマンのよく、はい、よく見るあのスチールベルトっていう、うんうん、もう伝統の、もうわざわざ説明するまでもないような大人気商品。私はこのバターナッツっていう色を選んだんですけど、まあ、一応いろんな今3色か4色ぐらい展開があって。あ、そんなあるんですか。そうなんです、実はあのコールマンのショップ限定の赤と黒の分もあったりとか、そういろいろコラボで出してる、あのアウトドアショップさんとのコラボで出してるところもあるんで、まあ、探せばいろんな色があって。あ、そうなんですね。まあ、クーラーボックスの能力としては、うん、まあ、本当に普通のクーラーボックスなんでしょうけど、うん、まあ、入る容量が、54クオートなんで、まあ、大体40リッターちょっとぐらいかなっていう、まあ、
普通にファミリーで使うのも使えるし、うん、もう私のソロで持ってきて、うん、もう全部ここに水から何まで入っちゃうっていう、あもう本当に、まあ、どこに行くにもこれかなって一つあればもう十分、ね、はい、まあ、みんな言うのは形が可愛いとか、うん、確かに可愛いです、うん、色が可愛いとか、うんうん、まあ、それと同じで、まあ、自分がこう持ってるこのミニこれミニミニスチベル可愛 い、アンドクラフトさんっていう、はいはいはい、あの革を作って革製品を作ってる方がいらっしゃるんですけど、そちらの方がこのスチールベルトから発想を得て、はいはいはい、作ってる。これ何入れるんですか？何でもこれは自分が使ってるのはこのゴールゼロ、そうそうそう、これもあの、はい、ミニミニランタンこれ見た見ました、あのリールかなんか入れたでしょ、はい、ね、これですね、今自分めっちゃかわいいね、このゴールゼロのゴールゼロのあれシェードですね、めっちゃかわいい、これまあすごいな、はい、バターナッツっていう、これも本当に使いやすい。3色とも揃えたんですか？そうですね。ちょっとやんちゃしました。やんちゃしました。やんちゃをして。私見たん これだけの時やったから。そう、あの3つこう。これあの3色。本当あのもちろんインテリアっていうかこう可愛らしくて置いとくのもすごいいいんですけど、うんうん、すごい実用的で、うん、トイレとか行く時こう手ぶらで行けるんで、はいはいはい、でしっかりこのシェ傘がついてるんで、うん、足元を照らすんで、なるほど、ものすごく便利です。夜とかトイレ行くとき、うん、お子さん、小さいお子さんとか、うん、やっぱりなかなか暗くて怖いよっていうお子さん、はいはいはい、うちの子もこれを首から下げてトイレ行ってくるって言って、うん、いやめっちゃ可愛い、そうです、ね、ぶら下げてるだけでも可愛いし、そうそうそう、実用性もある、そう、実用性も可愛いし実用性もあるっていう、すごい、しかもこのちゃんとつけたまま押せるように、うん、ここにボタンがついてる、簡単にこう、あ、そのボタン押してみてください、 あ、うん、からあ、ほんまや、だからいちいち外さなくていい、そのボタンなんです、あ、じゃあそのボタンなんや、そうそうポッチついてるわ、もうでだからこういう、まあ、よく売ってるストラップとか、ね、ネックストラップを買ってぶら下げたり、はい、ハンドストラップで持ったり、まあ、そうこういうとこかけたりとか、まあ、普通に置いてみたりしても可愛い、ね、めっちゃ可愛い、いや、ほんで、これも天文やんか。そうですね。テーブルよ。このテーブルも、そうですね。これは、天文さんの、うん、ちょっと、一番最初の時、出るっていう時に予約をして。まあ、今も多分売ってはいるのに、ちょっと数が少ないのかな。でも、まだ手に入る。ちょっと高いんですけど、ものすごい軽いし、ワンタッチでこう、パタンと。あー、すごい、もうパターンがここで、これですぐ置けるんで、まあ、こういうテーブル周りサイドテーブルでちょっと物を置いて、ランタンを置いたりするのにすごい重宝で、まあ、一番いいのはこのボディがすごいですね、すごいデザインがすごい、これジージークルーさんっていう、はい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 、メーカーさんが作ってるところとのコラボ商品っていうことで、あ、でも絵にそう、縁日さんとかもやってらっしゃいます、ね、ですよね、はい、でそれのそのテントモンスターさんのコラボのテーブルで、うん、ちょっと気に入って使わせてもらってるんですけど、まあ、キャンプの時はちょっと流行ってきて、すごい、ちょっとこういうサイドテーブルがあるとものすごい便利で、確かにそう、ね、ちょっと大きな、ね、はい、焚き火のところでも持って行って横にお酒を置いて飲んだりとか、ちっちゃいテーブルが欲しいなと思った時にこう軽くってこう持ち運びが便利なのがすごくいいですね、いいですね、確かに、なるほど、でもいろいろやってんな、やってますねやってんな、はい、いや、とこっちこれもぴったり、そうですね、ハイドさんのはもうぴったりはまる、もうここにスポットはめ込むだけなので、まあ、足がない分ちょっと重たいものは無理だけ ど、まあ、フライパンとかちょっと調理するには十分で、ね、で、まあ、ここに引っ掛けるものが、はい、フラットバナーをお使いの方皆さん分かると思うんですけど、ちょっとこのダイヤルのところとか、はいはいはい、変化ボタンが押しづらいんですよね、確かに、はい、それが大体皆さん足長プレートとか使われるんですけど、はい、これはもともとここに切れ込みが入ってるんで、あー、なるほど、はい、これめっちゃいいの、
ここでもつけれますもんね。そうです、こうやって。そうです。なるほど。いや、コールマンのテーブルも、はい、皆さんに押したいんですけど、うん、マスターシリーズの、うん、バタフライサイドテーブルっていうものなんですけど、うん、ちょっと持ってみてください。え、軽っ。そうなんです。すごい軽いんです。軽、これ重いんかなと思った。私、うん、見える。ものすごく軽いんです。めっちゃ軽い。ハニカム構造って言って蜂の巣みたいな、ちょっと見たら分かるんですけど、蜂の巣みたいになってる。あ、ほんまや。を、うん、板で挟んでる。なんで中が空洞なんで、ものすごく軽いんです。で、もちろんこれもワンタッチで折りたたみの感じ。いや、すごい。で、もうすぐにこう開いて、うわ、すごい。で、これこそすぐ横に置いて使えるって。で、これの、まあもちろん軽くて、うん、あのすぐに出せるっていうのもあるんですけど、うん、あの、トマさん、あのこう座っても大丈夫です。嘘やと思うじゃん。これ耐荷重80キロまで。あ、ギリギリ大丈夫や。いける。大体こういうサイドテーブルって、うん、ああいうふうのもそうですけど、うん、あんまり重たいものって置けないんですよ、うん、80キロなんで。クーラーボックスとかドンって置いても、うん、だから荷物を手ね、下ろした時にちょっと汚したくないなっていうものもこの上にドンと、まあ、熱いものは無理ですけど80キロまでいくんで、クーラーボックスを置く、だからスタンド代わりとか荷物を置く台としても使えるんです。で、そして軽い。すごい。ジャグとかもドンって置ける。全然置けますね。え、いや、すごいな。80キロなんで、耐荷重、公式が耐荷重80っていう感じでね。なんで、うん、隠れた名品っていうか、隠れてるのかどうかわかんないですけど、あのちょっとマスターシリーズ、実はすごいテーブル、はい、これはサイドテーブルですね。本体のそのもともと 90×60 の、 そのバタフライテーブルっていうマスターシリーズのテーブルがあるんですよ。全く高さが一緒なんで、うん、まあ、例えば4人家族でご飯を食べるときその90センチのものに使ってたら、うん、ちょっと手狭だな、これを横に置けば面が一緒なんで、高さが一緒なんで、拡張性が高い。これだけ軽いんですぐ持ち運べる。あ、なるほど、すごいな。これは本当におすすめです、うん、ちょっと、まあ、ちょっとというか、そのまあ、サイドテーブルで1万ちょっとなんで、まあ、そこまで、うん、あ、昨今の考えたらそこまで高くはないと思う。確かに。コールマンおじさんとしてはやっぱりこの、はい、マスターシリーズ、はい、軽くて、すごいわ。座れるっていう、もう椅子が、うん、椅子代わりにしていいかわからないですけど、うん、座っても大丈夫。成人男性、まあ、大体80キロが大体成人男性が座っても壊れない。おお。いや、それでもあれですね、コールマンの人に聞かないと、はい、そうですね、そこまで知るって、はい、なかなかその、うん、耐荷重まで見て買う人はいないと思うんですけど。そうですよね。でもこういうのって壊れやすいから、うんうん、ちょっと慎重にとかこう置いていいのかなって思うかもしれないけど、もう80キロなんでクーラーボックスドンって言うと思う。まあ裏を見てもらうとしっかりとしたこの足なんで、そう簡単には。確かに。でこれでしっかりと支えるので80キロで大丈夫。すごい。で、まあまあ、まあ、軽いと、うん、めっちゃ軽いですよね。本当に片手でこう誇張抜きでいける。別に自分がすごい力持ちがいるわけじゃなくて、はい、いや、ほんまに軽かった。びっくりした。だからあんまり、うん、結構コールマンっていうメーカーでちょっと、うん、コールマンでしょって敬遠する方もやっぱりいらっしゃるとは思うんですけど、うん、まあ実際物を取ってみると、うん、もうこういう実は結構良かったりするものもあるので、うん、まあまあその食わず嫌いじゃないですけど、一度使ってみたりとか手に取ってみていただくと良さもちょっと分かっていただけます。そうですね。いや、実用性がすごい。そうですね。まあ、ね、もともとそのアウトドアメーカーとしての歴史も長いし、そうですよね、うん、もうその十分その今まで培ってきたノウハウとかもあるんで、うん、まあ、そういうところはやっぱりコールマンの強みなのかなと思う。そうですよね。そうですね。確かに。わ、すごいな。知れば知るほどすごいコールマン。いや、ありがとうございます。あと唯一のお揃いと言っていいほどのブリエスタが、はい、ね、そうですね、ほんまにあのだいぶ前から、そうですね、ブリエスタが本当に出た当初の第1回目か2回目ぐらいのその抽選販売の時にたまたま変えて2つ、2つ変えたっていうのが、はい、2個までだったんで2個買って、
今だって抽選販売で絶対1個じゃないですか。そうですね、昔はその2個頼めたんで、うん、もう私はちょっと揃いで欲しかったんで、うん、まあ、こういう風な感じで置きたかったというのもあって、だいたい1個下げるよりもこう、ポール両サイドに1個ずつみたいな形で、はい、した方が綺麗かなと思って、うんうんうん、まあ2つちょっと購入させてもらったんですけど、もうこれは本当にお気に入りですね、ずっと、うん、まあ、キャンプ以外も、うん、あの家で誕生日パーティーとかの時にもあの出してテーブルに置いて、なんか雰囲気いいですもんね、うん、これクリスマスの時とかもホームパーティーとかする時に使ったりとか、やっぱり見た目がすごい綺麗なので、うんうん、あと光が、ね、まあ、乱反射してすごい綺麗なので、うん、なんかこれは持ってて間違いないな。間違いないこれはあのクリアにアンバーの、そうです、あのクリアにあのアンバーグローブが売ってるんですけど、はいはい、なんで、まあ、私も別の思いで青とかピンクとか緑とかいろんなその時の雰囲気分とかで変えることもできるんで、うーん、それがクリアがやっぱりね、そうですね、いいところですよね。他今あのブリエスタ自体もそのいろんな種類が出てるんですけど、クリアだったら結構汎用性が高いというか、う、まあ、そういうの使えるのでいいですよね。ねえ、やっぱコロマおじさんは実用性のあるもんいっぱい持ってはるそうです ね, ねえ、もう、勉強なるもん、めっちゃ、いや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 、え、なるほどってなるもんありがとうございますめちゃめちゃ勉強になりました。ラキャンピンさんを目指して西野ラキャンピンさんタコモさんお待ちしておりますお待ちしてます大好きです関西来てくださいお願いしますいや、ありがとうございました。いえいえ、はい、25歳止めのホルマンおじさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ヨッシーさん、いえいえねえ、なんかたまにこうイベントとかでよくお会いするけど、そうです ね、はい、ちゃんとこのサイト見せてもらったの初めてで、ほんまに勉強のあるサイトです、これはありがとうございますほんまにキャンプの集大成というか、これさえあればもうキャンプできるんですよ。もうね、楽もできるし、そうですね、そう、キャンプは本当に楽にそう、まあ、やっておる、ね、やっぱり難しく考えるとちょっとね、うん、疲れちゃうんで、そう、キャンプ来て疲れるのは面倒くさいからですね、やっぱギアで楽したりとかね、そうですね、絶対その方がいいと思うそういう勉強になるサイトでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ヨッシーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。All we guaranteed is a little change. Oh, I don't want my heart to feel this way.